Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は火力を出したい自分の数年が他人の一日、ある文句の悩みというテーマでお送りします。質問相談いただいているので読み上げます。早速質問です。今回は自分のプレイヤースキルとの向き合い方についてです。当方グレン時代から文句を愛好し、霊式も現行パッチ内でクリアしております。とある日フリーカンパニーで一番強い A さん（召喚で霊式 1,2 周クリア、絶全クリア）が文句を始めました。 A さんは文句の装備が揃った日にスキル回し練習1時間だけやって FC8 人で行くエウプロシュネに参加しました。もちろん私も参加しました。結果的に言うと私より A さんの方が断然上手かったです。野良で上手い人に当たった時の、あ、この人強い人だってなる感覚が常にあったと言うべきでしょうか。スキル改変などあれど文句として培ってきたものがあると自負しておりました。しかし現実は A さんの1時間が私の数年より上という残酷な結果。その後もいくつかコンテンツに行ったのですが、 A さんの方がやっぱり上手かったです。勝ち負けの問題ではないですが、心の中で負けを認め A さんに教えを請いました。しかし返ってきた答えが、殴れそうだから殴ってるだけだよ、強い人がよくする返答だと心の中で思いながらも、それでも少しのことでもいいのでアドバイスをもらったんですが、アドバイスの内容を活かせずに床ペロしてしまったり、アドバイスに気を取られすぎてしまってパフォーマンスがすごい下がったりしてすごい泣いています。 A さんはとても真摯に練習に付き合ってくれたり、動画が欲しいといえば撮って限定公開で上げてくれたりとすごい親切にしてくれています。それでも PS が伸びた気がしない、頭打ちという単語が自分の中で出てきてしまい、ファイナルファンタジーが純粋に楽しめなくなってきています。この頭打ち状態とどう向き合ったらいいかアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。こちらの話要約すると、質問主は長く遊ぶ文句であって、同じ FC メンバーの A がサブジョブで文句を始めたと。1時間ほどスキル回しを練習したと。でこの A は、今回は詳細はなかったんですけど、おそらく現行の霊式ということは天国編だと思うんですけども、それを初週かつ絶も全部クリアしてると。で A プロに一緒に参加したところ、 A の方が上手かったと。で自分自身頭打ちで悩んでるっていう状況です。これはね、気持ちすごくわかります。自分はある程度できてるつもりだったとしても、本当の天才を見かけたら自分のやってることが霞んでしまい、ショックを受けること、これはね自分もよくあります。ただ結論は、他人と比べちゃダメ。細かい理由は動画後半でお伝えしますが、他人と比べてもそもそも土俵が違うので、考え方も異なるので比べても違うっていうのが当然であると。でそもそもこの話を聞く限りは、14で戦闘における経験値の絶対の差があります。その A さんは天国編をほぼ初週でクリアしつつ、絶を全てクリアしているっていうことは、戦闘コンテンツに対して膨大な時間を使っていると思います。絶ってパーティーごとの練習頻度にもよりますが、例えばね、一つのコンテンツを1日 2,3 時間やったとして、最低でも初見とかだと 2,3 ヶ月、長いともっとかかると言われてるんで、現状は絶が5つあるんで、それを全てクリアするにはそれなりに時間と経験と知識が必要になります。正直この期間は14に人生を捧げるっていうくらいの感覚に近いと思います。それだけ戦闘に対して経験のある人は当然ジョブごとの特性を把握していることが多いし、今回だと文句をサブで出したっていう話ですが、もともとレベル90であることから多少は文句を触っているっていう経験があると思うんで、思い出すという意味で1時間スキル回しを練習してある程度できるようになったと思います。あとは知らなくてもスキル回しの仕組みを理解していれば、ある程度なら頭の中で組み立てるってことも可能です。でそもそもこのレベルの人は何事も基準とする値が高い位置にあるんで、この人の当たり前っていうのはこちらからするとかなり上の話になると思います。質問主はアドバイスを聞いたら、殴れそうだから殴ってるだけ、まあ、結論言うとね、本当にそれが火力出すコツなんですが、まあ、天才タイプの人がよく言うワードであると。例えばパチプロがいたとしましょう。パチンコは丸台を打てば勝てるという話があったりしますが、まあ、それはそうなんですが、そのためにはいろんなことを試行錯誤しまくってようやく勝てるようになるっていう話です。でその試行錯誤の部分って普通に打つだけでは到底わからないことなので、調べて勉強して実践して身につけていくっていう話です。いや、なぜパチンコに例えた。で話を戻して、文句というか全ジョブで火力をさらに出すコツをまとめると、ギリギリまで殴るっていうことと、コンテンツに合わせる、そしてパーティーに合わせる、これがこのゲームを遊ぶ上でうまいと言える部分ではないでしょうか。ギリギリまで殴るっていうことは、ギミック処理をするなど敵からね離れたりする際にギリギリまで粘って殴るということ、まあ、爪爪にするとタイミングがシビアですが、この感覚をつかむと通常よりも 1,2 発多く殴れるっていう事象が発生します。たったの1発2発かよって思うかもしれませんが、これはジョブによって死活問題でもあります。例えばゲージを貯める系のジョブの場合だと、
大体ね、敵が殴れなくなった後はバーストタイミングだったりすることが多いので、バーストに乗り切れなかったりします。なのでできるだけ火力を高めていくには、入れられるものは入れてからギミック処理をしたいわけであります。これはベテランの人ほどジョブの特性が理解できる分、狙っていくっていう傾向にあります。ただし野良でやる場合は事故率が高くなります。次にコンテンツに合わせる。これはギリギリまで殴るとほぼ同じなんですが、コンテンツによってスキル回しを調整して合わせることでより火力を高められます。一番のポイントは敵から離れて攻撃が届かないパターン。特に文句は遠隔攻撃がなく、気合を貯めることしかできないんで虚無になります。そろそろ波動拳が欲しいです。なぜ地面に打つのに前に打てないのですか、天然。もともとのスキル回しの流れがあると思いますが、コンテンツによってはその通りにいかないっていうこともあるため、例えばバーストをちょっとずらすとか、それまでに火力の高いものを温存するとか、まあ、そういったアドリブ調整を行うことで、そのコンテンツに対して火力を高めることが可能です。であとは最後にパーティーに合わせること。正直ここまでの話は全てね、高難易度で役立つっていう話なんですが、まあ、普段から意識してもいいんですけど、パーティーに合わせるっていうことは常日頃から意識すると、まあ、うまく遊べるし楽しくなってきます。というのもパーティー構成で誰かがシナジー持ちなのであれば、そのシナジーに合わせてバーストを使うように意識します。で、野良のエイプロとかだとジョブもばらつくし、みんながみんなスキル回しを意識してるわけでもないので、自分ができていても合わないってことの方が多いです。ただここでアドリブが効く人は、味方のシナジータイミングをある程度把握して、それに合わせて殴るようにしています。で、質問にある A さんがどれくらいなのか分かりませんが、絶をクリアしてるということは相当アドリブが効く人だと思います。で、こういった経験値が背景にありつつ、その上での殴れそうだから殴っているだけという言葉にいろんな意味がね、集約されていると思うので、ここを理解しようとするには相応の経験が必要だと思います。まあ、自分もね、まだまだ勉強中ですんで至らないところはありますが、人間観察すると経験値がものを言うゲームだなと思いました。あとね、結構集中しないときついゲームなんで、年齢も多少は関係してると思います。そして最後に他人と比べると良くないよっていう話をします。この点のはゲームに限った話ではなくて、他人と比べることで自分よりも上の人を見つけるとショックを受けて落ち込むし、逆に自分より下を見るとそれはそれで成長が止まっちゃうっていう話があります。なので他人と比べるよりも自分と向き合うのが大事だなと思います。他人とね、比べてばかりいると気になる部分を余計に考えてしまいます。その根拠がちょっと面白い例があるんですが、アメリカのトリニティ大学っていうところで心理学の実験が行われていて、白熊のリバウンド効果っていうのをご存知でしょうか。ざっくり言うと、人数を数人集めて、そのグループに白熊のことだけは考えないでくださいと言うと、みんな余計に白熊について考えてしまうという結果になりました。逆に白熊について考えろって言うと、考えないようにした時よりも別のことを考えてたことがあったっていう逆の結果になったってことで、まあ我々人間は何かの物事について考えないようにすると、かえって余計に考えてしまう動物ということです。確かにね、今日は〇〇についてのミーティングを始めるみたいな感じで言って、まあ、集まった時に気づいたら全然関係ない話をしてる時があるっていうのが、まあ、あれだと。で、話を戻すと、自分のできてない部分を、相手ができてたら自分のできてないというところは認めて、なぜそれができてないのか、どうやったらできるようになるのか、自分の弱いところもちゃんと向き合うと改善して成長につながります。で、結局のところ突き抜けてる人の特徴って、他人と比べずに自分のやりたいことを突き進んでます。例えば何かできないことがあるなら、できるまでやるっていう燃料があるんで、諦めずに継続して続ける力があると思います。なので質問主も他人と比べる前に、自分の中でどこを目標にするのかを決めて行動に移すのがいいと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。